竹原峠トンネル、竹原峠道路は国道442号の難所である竹原峠をトンネルでバイパスするために大分、福岡県境で建設された道路である。急カーブ、福音教書等で大型車が通行困難であった旧道の改良を目的としたもので道路の大半を竹原峠トンネルが占める。 かつて、福岡県と大分県の県境を越える竹原峠は、大分県側が急勾配、急カーブ、福岡県側はそれに加えて道路が非常に狭く、その上冬場になると、積雪や路面凍結などで通行規制が頻繁に発生し、国道387号や大分県道、熊本県道9号日高本線などに迂回する必要があった。 2005年10月に今和区間及び異常気象時でもその影響を軽減できる竹原峠道路トンネルが開通し4.3メートルであった道路幅員は7.5メートルに12%であった最大急勾配は7%に58カ所あったヘアピンカーブは全てなくなり6.1キロメートルあった延長は3.5キロメートルにそれぞれ改善されたこのため 以前に比べれば大幅かつ短時間で県境を通過することが可能となった。八女市や部村の竹原地区には仮想ながら集落があり、旧道は生活道路として残っている。国道442号は県が管理する補助国道であるが、竹原峠は県境に位置するため国土交通省が代行して建設事業を行った。ありがとうございます。